このレッスンでは、リンクトインの会社ページというものについてお話しさせていただきます。えー、リンクトインには普段活用している個人アカウントとは別にですね、会社ページという企業が運用できるアカウントが別に存在します。えー、イメージで言うとですね、このリンクトインの中にインターネット上の自社の視点を出すというイメージでいただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、Facebook の場合だったら Facebook ページ、えー、Twitter の場合は特に この特別に企業が使うアカウントというのはないんですけども、企業が他のユーザーと一緒にアカウントを使うという形で運用されていると思います。リンクトインの場合は会社ページを使うというふうに覚えてください。で、ここでできることなんですけれども、これが会社ページの一つ例なんですが、ずっと下に行くとですね、こういうプロフィール表示欄がありますね。ここではですね、自社のサービスの内容、 であるとか商品の内容をしっかりと伝えることができるという形になってます。で、さらに下の方にずっと下がるとですね、えー、この会社アップデートというのが今あ選択されているんですが、これは要はですね、えー、個人アカウントと同様に投稿ができるというものです、えー。リンクドインではこの一つ一つの投稿のことをアップデートというふうに呼んでるんですけれども、お日々のお 新しい商品が出ましたよ。サービスが出ましたよ。えー、こんな活動してますよというところをですね、えー、このアップデートという機能を使って、えー、日々していくという形になります。で、えー、個人アカウントとの明らかな違いというのがですね、えー、スポンサードアップデートと呼ばれる広告が展開できることと、えー、求人広告を掲載できるという、この大きな二つの違いがあります。 で、この広告なんですけど、ちょっと画面切り替えますね。スポンサードアップデートというのがありまして、なかなかですね、個人のアカウントでリンクドインを運用していても、届けたいユーザーに情報が届かなかったり、なかなか反応が取れなかったりということがあるんですけども、この会社ページを使うと、広告を使ってですね、多くの人に見てもらえるというところが可能になります。と、あと求人広告ですね。これも画面切り替えますね。 はい。えー、求人広告をまあ出せるということなんですけども、まあ他のメディアと違ってですね、えー、プロフェッショナルが集うリンクトインだからこその人材の募集が可能になるのではないかというふうに私は考えています。 で、この会社ページなんですけど、会社ページという名前なんですが、個人事業でも解説することができます。より有効にですね、ビジネスにリンクトインを活用したいとお考えの方、これは法人、個人問わずですね、ぜひともですね、この会社ページという機能を使ってですね、自身の自社の情報を多くの人に届けるという活動を通して、ビジネスに役立てていただければなと思います。 はい、えー。このレッスンでは、あリンクトインの会社ページについて概要をお伝えさせていただきました。